外来種の花、紫カタバミ、長身ひなげし、荒れ地花笠、トウネズミ餅、キクイモ、不要があります。それぞれの動画は再生リストにまとめてありますので、ぜひご覧ください。はい、やってまいりました。こちらは近所のレンゲ畑です。もともと耕作放棄地だった場所です。レンゲがかなり今咲いておりまして、先日から青菜として食べていたんですけども、そろそろ茎が硬くなってきたので、花を集めて花茶にすることにしました。青菜として食べるのにもやはり旬があるみたいですね。3月のうちは全然平気なんですけども、4月に入ってくると、やはり暖かくなってくるので、植物の育つ速さも早くなってまいります。それで茎も硬くなってきたりしますので、まあそうなった後は今度は、ふんだんにある花ですね。こちらを花茶として、ちょっと味わってみたいかと思います。では、採取いたします。はい、それでこれぐらい取れました。まあ、これぐらいあれば、ちょっと試すのにはいいかもしれないですね。これを乾燥させて、花茶にして飲んでみます。花の茶は栄養価が高いっていうか、まあ、エネルギーが結構高いですよね。まあ、美味しく飲めると思いますので、ちょっとやってみます。はい。それでは乾燥できましたので、レンゲソウのお茶をちょっと入れてみます。レンゲソウの花茶ですね。はい。では、やってみます。どうでしょう。やっぱり黄色っぽいのかな。黄色っぽいようですね。はい。美味しく出るといいですけど。ではこれでしばらく放置して、では待ちます。はい。はい、それでは飲んでみましょう。どんな感じの味になりますか。やっぱり黄色いお茶になってますね。はい。では飲んでみます。はい、美味しいです。少し甘みもあって美味しい感じになってます。はい、レンゲソウ、だいぶ季節が進んで、それでちょっと花の茎のところが硬くなってきてましたけど、ですのでもうこれからはちょっと青菜として食べるよりも、こういう風なお茶にして飲んだ方が美味しいかと思います。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。